尿や血液の検査を取って、でそのデータですね、その結果のデータを集めてこう中継するんですけど、そのデータをまとめるのも教祖様に外注にお願いしてです。自分たちでやると数字改ざんできるじゃないですか。だからそういうことが起こらないようにっていうので、そういうのもできないように外注にお願いして、でそうやって出来上がったデータになっていきます。でこの干渉法なんですけど、論文も発表してまして、論文の登録機関であります国立情報学研究所っていうところにあります、これは載せてとかって言ってお願いしたものではなくて、ちゃんとした論文だっていうふうに認められて勝手にこう載せられてるものなので、これ誰でも見れるものなんです。